はい、ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介するのはエドワード・グリーンのセント・ジェームスのレースアップブーツとなっております。はい、こちらのセント・ジェームスは、エドワード・グリーンが創業125周年を記念して、作られた一足となっております。特徴的なのがこちらの横のサイドのレースアップになっている仕様ですね。はい、こちらが、1908年に、発表された、アーカイブスケッチというのが、ノーザンプトンの美術館に、残っていたそうで、それを、まあ、ベースに、もともとおそらく、まあ、ボタンブーツだったと思うんですけども、それをこうレースアップ仕様にこう変更されたものでこう復刻したっていう、いうものですね。はい、で木型自体も、現代風の82イラストを使用しております。私も最初こうなんかこうボタンブーツに似てるなと思ったら、やはりそういう理由があったようです。やはりボタンブーツも結構この横の部分にがこの辺りから、スエードになってる仕様が多いんですけども、こちらもそうですね、スエードの仕様になっております。素材違いですね、カーフとスエードの違いになっております。で、あとは、またちょっとサイドのレースなんですけども、こちらがちょっと特徴的で、こう、パッと見は、フックタイプですね。ブーツにある、よくある、こう、かけるだけのフックタイプに見えるんですけども、ちょっとわかりづらいですかね。ここの部分に、また小さなフックがありまして、このように取ろうとしても、簡単には取れないんですね。このように。落ちないんですね。結構強く引っ張ったらやっと落ちるかなっていうぐらいなので、なかなかこう結構フックタイプだとこうへにゃんと取れちゃうことはあるんですけど、そういうことはまずないかなっていう仕様ですね。非常に凝ったものですね。はい、で、商品の、状態に関しましては、おそらく本当に1回使用されたぐらいですね。1回使用かつ本当に短時間ぐらいっていう形ですね。こんな感じです。まあ、ソールを見てもらった方が多分早いと思うので、先にソールをこのように見せてみます。はい、つま先もほぼほぼ削れがない状態ですね。はい、こんな感じになっております。はい、でキャップも短い感じですね。すごくクラシカルな、非常に好みな仕様となっております。はい、まあ82ラストとちょっと細身な、ちょっと気持ち細身な感じで、キャップ短めなので、すごくこうクラシカルでありながらこう現代的なテイストも入っていますので、結構、ワイドパンツなんかにも合いますし、まあ、普通に細身のスラックスなんかにも合いますので、なかなか、合わせやすさは、汎用性はあるかなと思っております。はい、あとこちらのサイズ感に関しましては、8E の、82ラストですので、おおよそですけども、オールデンを履いている方でしたら、オールデンバリーラストが 8.5 とか、あとロブでしたら7000番で、8を履いている方、ジャスで履いている方、まあ、7.5 タイトめに履いている方もある程度適用するかなと思います。はい、まあ、ちょっとブーツタイプなんで、ちょっと気持ちハーフアップで履きたいという方もいらっしゃるかなと思いますけども、まあ参考程度にしていただければと思っております。はい、こちらはケア後に発送いたしますので、到着後すぐ履いていただけるようになっております。ぜひともこちらご検討よろしくお願いいたします。失礼いたします。